はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、いろいろな観葉植物ということで、今日はめちゃくちゃかっこいいのを見つけましたので紹介させていただきたいと思います。育てやすくてかっこいい植物紹介しますよっていうのをね、過去に何回かやっております。例えばこれ、ドラセナコンパクタ。こちらの動画でね、紹介しましたね。耐陰性があって、寒さにもそこそこ強くて、見た目もかっこいいよねっていうドラセナ。あとはコメント欄とかでもすごくたくさん、これ欲しいですっていうね、コメントをいただいたのが、これ。コルジリネパープルコンパクタ。赤紫色のね、かっこいい葉っぱが特徴のコルジリネですね。ドラセナとなんか違うのっていう方はね、こちらの動画で紹介しておりますので、よろしければご覧になってみてください。で、今回はこの2つを超えるようなすごいものを見つけてきました。それが、こちら。ドラセナトルネード&ツイスト。いや、見た瞬間めちゃくちゃかっこいいなと思って。これ、ホームセンターで購入しました。ちょっとね、多分珍しいっちゃ珍しい方かなとは思うんですけどね。まあ一応園芸店とかでもね、売られている品種になります。ラベルはこんな感じですね。このシリーズね、よく見ると思います。ホーマックさんで買ったんですけれども、お値段が1628円。ちょっとお高めではあるかもしれないんですけど、すごくかっこいいですね。ちなみにこれは登録品種みたいです。じゃあ早速特徴を見ていきます。で、まず何がかっこいいって、このカールしている葉っぱですよね。ね、これドラセナコンパクタですけど、葉っぱがこう、シュッと伸びてますよね。ドラセナコンパクタ。それに比べると、こんな風に葉っぱがカールしていて、しかも上から見るとね、こう、渦を巻くようにうねってるんですよ。この辺がトルネードって感じですよね。まあ、こんな風にね、カールがかかる分、他のドラセナとかよりも、すごくボリューム感がありますよね。重厚な存在感があって、めちゃめちゃいいです。あとは、この麩。本当に目立つんですよ。もう買ってきてからずーっとね、目に留まり続けてるんですけど、すごくコントラストの効いた鮮明な麩が入ってます。むしろ、あまり植物目立ったの欲しくないですっていう方には敬遠されるかもしれないんですけど、これだけの麩が入っていると、やっぱり存在感がすごく強くなります。一応お店には、この麩の部分が真緑色っぽいやつも売ってました。あまりこの色が明るくないですよっていうやつがあったんですけど、それはね、名前は特についてなかったですね。なんか品種名はあるのかもしれないんですけど。ちなみにこのドラセナトルネード&ツイストはドラセナコンパクタの突然変異らしいです。なので性質もコンパクタに近いみたいで、成長がすごく緩やかで形が崩れにくい。ちょっと光が当たりづらいよっていうお部屋とかでも育てられる。なので見た目もかっこいいんですけど、性質的にもすごく強くて、お部屋に飾るのにぴったりな観葉植物なんじゃないかなと思います。じゃあ早速植え替えてみます。昔はね、かなり珍しい品種だったみたいなんですけど、今は、珍しいんですけど、出回っているっていうことらしいですね。よいしょ。あ、内側にポットが入ってた。よいし。はい、こんな感じです。まあ別にまだまだね、根の伸びるスペースはありますので、そのまま育てていただいてても大丈夫だと思うんですけど、僕は基本的には、お店でね、植物買ってきたらこんな風に植え替えてしまいます。まあ土は普通のね、観葉植物の土って感じですけど、パーライトたくさん入れて水はけよくされてますね。全然悪い用土とかじゃないと思います。で、とりあえずね、土はすべてうちでは落としてあげます。まあ一応お話ししておくと、寒い時期に植え替えすると、やっぱ根っこが止まっちゃったりとかするんですよ。で、そのままなかなか回復しないっていうことはありますので、皆さんお部屋の気温と相談して植え替えとかはしてみるといいと思います。うちは基本20度以上ね、あるように設定してますので、そういうところで置いといてあげます。で、こういう枯れた葉っぱとかあるので、こういうの全部取ってあげます。はい、こんな感じ。肌にとかそういうのもね、葉っぱには一応ついてなさそうなんですけど、洗ってきます。はい、洗ってきました。ね、綺麗になりましたね。根っこもね、しっかりしているんで、安心して育てられそうです。いい生産者さんですね、ほんとね。珍しいものも扱っていますし。じゃあ早速植え替えていきます。鉢のサイズ感はこんな感じです、今回は。まあ元の鉢にね、植え替えてもよかったんですけど、ちょっと白に合わせたいなと思って。このドラセナ系今白にしてるんで。で、まずは軽石を入れていきます。まずは軽石を入れていくっていうか、まあうちは軽石を使うんですけどね、育てるとき。ちょっと細いな。鉢底石使わないときはね、こうやって、ちょっと粗いのが残るように、ふるってやってます。あ、やっぱほこり舞うな、こうやると。ザバーってやると、粉塵舞うんで、機材に良くないんですよね。あ、一応軽石はね、粉塵取ってはいます。取ってはいるけど、やっぱり残っちゃう。で、マグアンプ。ね、原皮を入れます。で、植物を入れて、で、ここに軽石を追加していきます。で、たまにちょっとこう、振ってやって、用土を沈めながらね、入れていきます。根の間に用土入りづらいなっていう時はね、こういうちょっと細い棒とか、そういうので、少しこう根を動かしながらね、用土をすき込んでやります。ぐさっと刺してぐじゅ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 ってやったら根っこ傷むので、こう根の隙間に先を入れていって、で、こう、優しく振ってやるようなね、感じです。まあ、なるべくこう、根を傷つけないイメージでやってあげます。まあ、傷つかないってことはないんですけどね。はい、じゃあ次は化粧砂ですね。寒水砂を今回使います。はい。じゃあこんなもんですかね。そしたら鉢底から汚い水が出なくなるまで、上から水をかけ流してあげます。はい。完了しました。めちゃくちゃかっこよくないですか、これ。僕的には今年ホームセンターで買った植物の中ではトップクラスにお気に入りです。まあ、ネットとか含めるとね、この間のね、ホマロメナとかも、すっごい気に入ってはいるんですけど、うん、いやでも、ほんと素晴らしいと思います、このドラセナは。まあ、ドラセナってね、結構葉っぱ、こう、バーっと長くなるような印象を持たれてたりとかもね、するかもしれないんですけど、やっぱりこういうコンパクタの、こじんまりとする性質があると、こう、ギチッとね、詰まった感じになって、これはこれでかっこいいですよね。で、ここからの管理なんですけど、基本的には、窓辺の少し明るい場所で育ててあげた方がいいとは思います。外の直射日光にどのぐらい耐えれるかはちょっと僕はわからないんですけど、育ててるわけじゃないんで。まあ窓辺の明るいところでね、それなりに光に当てて育ててあげていいんじゃないかなと思います。ただ、葉焼けとかにはね、気をつけてくださいね。で、コンパクタの品種なので、一応コンパクタの性質も引き継いでます。なので、ちょっとお部屋の日当たり悪いなっていう環境であっても、ちゃんと育ってくれます。で、しかも、成長がすごく緩やかなので、形だとかも崩れにくいっていうのが特徴。水やりに関しては、用土の表面が乾いたら水をあげるっていうような感じでやっていきます。ただ、まあ、化粧砂してたりとかするとね、もう表面どんな風になってるかってわからないんで、まあ、もしちょっとわかりづらいなっていう方はサスティ買うとかして判断してあげるのもいいかもしれないです。で、冬ですね、寒い時期、うちは基本的に冬場は18度以上には保ってはいるんですけど、暖かい部屋に置ききれなくて寒いところでね、育てる場合もあるんですよ。そういう時は、水やりは、用土がしっかり乾いたら、鉢底の方まで乾いたかなっていう風に思ったら、ちょろっと水あげるような感じです。ただ、ちょろっとって言ってもね、いろんなちょろっとありますよね。今度詳しくね、お話しさせていただこうと思うんですけど、今たっぷり水あげた状態が、含水量 100% だとしたら、50% から 60% ぐらいをイメージして水をあげます。だから鉢底から水が滴ってこない程度。イメージ的には今こうやってたっぷり水あげた状態がタオルをべちゃべちゃに水含ませた状態だとすると、僕が水をあげた後っていうのはタオルの水をギューッと絞って、水っ気はあるんだけれども絞った時に滴ってくる水がない程度の水分量を水あげた時になるようにしています。まあおしぼりの湿度をある程度保ってあげるっていうのが僕の水やりの方法。まあべちゃべちゃのねタオルよりもおしぼりの方が乾きやすいんで、そういう風にしてます。まあ、詳しくは今度お話しさせていただきますので、気になる方は楽しみにお待ちください。で、肥料は観葉植物の濃度に薄めた液肥ですね。月に2回ぐらいあげます。基本成長期にあげますので、冬の間も湿度高くて成長しますよっていう場合は肥料あげますし、寒いところにおいて成長あまりしてませんよっていう時はあげないです。で、耐寒性については、まあ、一応10度以上が推奨されてます。トルネードはあんまり情報がないんですけど、コンパクタとかで調べてみると一応5度以上あれば大丈夫ですよっていう方もいらっしゃるので、お部屋の中であればそれなりに寒さには耐えれるのかなとは思います。はい、というわけで今日紹介させていただいたのはこちら、ドラセナトルネード&ツイストということで、これ本当にかっこよくておすすめです。見つけたらね、ぜひちょっと手に取ってよく観察していただきたい。多分、ハマると思います。ホームセンター部門、今のところ1位です。今後もいろいろな植物紹介させていただきたいと思いますので、面白いな、役に立ったなという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。